え、前田大前セインツは超見たいね。前田セインツはいいね。いや、非常に楽しみですよ。ああいう、前線で走り回ってくれて、いろいろ、こう、もちろん点も取れるし、運動量豊富だし、で、今のあのセインツのこの悲しい状況を考えたら、セイン、前田セインツは超楽しみだな。結構いろいろ運動量とかがね、求められるチームだし、セインツは。 いいとこつくなっていう感じはあるね。なんなんだろう。あそこの、まあ、トップ枠正直プレミアで出れるチャンスがあるチームってなかなかないと思うんですけど、セインツはあるよ。気づいたら、前田にンブに抱っこの可能性も全然あるしね。私、まあ、あそこは優秀なパサーとか、まず、あ、はウォードプラザとか、ね、そういうのもいるし。まあ、そう、シティだったら、そう、ハーゼンヒュットルキに欲しかった感もあるけどね。ああ、でもそうそうか、セイン、ま、セインツかっていう感じやな。ただ、 あの、死いて言うんだったら、もう広角大ヒットなので、来年、来シーズンいない可能性が非常に高いぐらいかな、悲しいのは。だこれでワンチャン、でも言うてもその、今の広角圏内、相当シビアというかタイトな勝ち点になってるから。いや、チェとかいるけど、チェがスタメンじゃない試合も結構あるし、正直まチェが一番手だけれども、そんな破壊的ある、破壊力あるタイプでもないしな、今のチェって。 そう考えたら前田が当たり前のようにスタメンに名を連ねるみたいなのもあると思うし。リーズはリーズで出るのがむずいと思うんだよね。半年間の期間で、リーズめちゃくちゃ好きなチームだし、あそこ行ってハマったら面白い感もあるんだけど、リーズは層外結構いるからね、前線は。なんたってパトリック・バンフォードくんもいるしね。 やっぱ冬遺跡で大事なのって出場機会なんで間違いなく夏とかはさいろんな大会あるからそういうところで出てチャンス掴んでみたいなのあるかもしれないけど冬の遺跡なんてねチャンス与えなくてまたはそのチャンス少ないチャンスで物にできなかったら無限にターン回ってこずああそういえばこんな遺跡してたねっていうパターンもあるからさ